これ今日です。これは今日だ。これが、いつだっけ10月、去年の10月。まずこう横向きで 見たところね、これ黒いのが灰ですね。ね、ちょっと小さいですよね。小さい、うん。真正面で見ても黒く抜けてるけど、なんか今日とか小さいですよね。うん、小さい。大きい方がいいんですけど、それとあとお腹もそう。ここが今日ですね。これが仰向け。だからこれと同じはこれなんですけど、お腹の中にガスが多い。多い。この時でもまあ、あるっちゃあるんだけど、今日の方が多いですよね。うつ伏せで見ても、うつ伏せはちょっとガスも入りにくいけど、でもまあ、これとかこれとかこれ。うん、前が。うん、ガスが多い。まあ、胃腸の機能が落ちてくるとガスが増えてくるとは言われてるし、うん、呼吸器の機能が落ちてくれば黒いところが狭くなってくると、うん、ちょっとだけですけどね。でもまあ、うん、冬だから。でもこの時が10月、うん、外から見ては元気だけど、まあ一応注意はしとってください。一般状態の、うん、本当だね。ちょっとこれ明らかに違うでしょ。パッと見てわかりますよね、うん、こっちの方が本当に全然10月の時の方が大きいですよね、うん、あの真正面の上から撮った写真でもやっぱりちょっと違いますもんね、うん、こっちの方が大きいですよね。黒いところがクリアに感じ、うん、お腹も、うん、こことここを比較していくと、うん、この黒いガスがガスです、ね、この時もあるんですけどね、うん、ちょっと多いかな。でもガスのある位置一緒だね。これで、そうね、多いでしょ。で、ここにあるのもちょっと。絶対できるところが。大きくなってて。で、あとここのところ。うん、このガスの、なんていうの、出来方と、これのこの、もやもやっていう出来方っていう。いや、そこは、全然別物。別物です。別物。ここはお腹の中を見てるから、どっちかというと、この、こちらを見てるわけですよ。そっか、そういうこと。うん。こちらのポジショニングはあのどっちかというと、まあ、お腹も見えんことはないけども、うん、こういう横からお腹わかんないから、うん、あの肺の方がねよく見える。呼吸器の方がね。なるほど。はい、そんな状況です。